はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ホンダの新型ベゼルにね搭載されています、こちらの方のプレミアムオーディオについてのね、お話をいたします。前回前々回と、ノーマルのね、ギャザーズの9インチの、プレミアムインターナビですね、まあ、そちらに備わっているオーディオのね紹介をちょっとさせていただいたんですけれども、やっぱりこちらのプレミアムオーディオ非常に気になっている方いらっしゃると思うんですね。で、まずね紹介すると、このナビありますよね、メーカーオプションのナビの後ろにですね、このようにプレイでもこれオプションなんですけれども、一つ、センタースピーカーがまずここに備わってます。で、もう一つはこちらにツイーターですね、こちらにもツイーター左右に備わってます。で、それからスピーカーはね、足元、これはノーマルとね位置は変わらないんですけれども、スピーカーの銘柄は多分ね異なってるんではないかなと思いますね。はい、こちらですね、2箇所備わってますね。で、それから、後ろに行きまして、こちらですね、後ろにもですね、このようにツイーターがついてる。で、下にね足元にスピーカーがついてますね。で、左右同じところについているということですね。あともう一つプレミアムオーディオの目玉となるのがこちらのサブウーファーですね。ここにねサブウーファーが備わっているので、まあ、全部で10個ですねスピーカーが備わっているというのがカタログに書いてあります。で、実際に音が気になると思うんですけれども、まずはですね機能ですね、見ていきたいと思います。まずはですね、メーカーオプションのプレミアムオーディオの機能をね、見ていきたいと思います。で、ここですね、Bluetooth オーディオを押していただくと、もう今も繋いでるんですけれども、まあこのようにですね、今、私は Amazon Music ですね、かなりまあ古い曲にはなるんですけれども、このように、Amazon Music でね、聞いてるんで、それを今 Bluetooth に繋げてます。そうするとこのようにですね、表示されますね。で、メーター上もですね、このように表示されるようになってますね。ここで、ね、ここですね。はい。まあ、文字だけなんですけどね、表示されるようにはなっています。はい。で、このように、音の調整ですね。ここが非常に気になるところだと思うんですけれども、このように、4つですね、調整できます。で、私の場合はですね、今回この音の聞き比べということで、まずはですね、この辺のところは全部初期化の状態ですね。ここもそうですね、初期化の状態。で、ここはそうですね、ここもまあオフの状態で、サブウーファーに関してもまあゼロの状態ですね。なので、ディフォルトの状態ということでね、まずはね音の聞き比べをねしていきたいと思います。で、今ちょっとこれですとね著作権に引っかかってしまうんで、引っかからないですね、音ですねを流していきたいと思います。まあちょっとアコースティック的なね、あの曲なので、ちょっと重低音が際立たないんで、まあこういった曲ですとね、そんなに大きく、まあ今までのギャザーズのプレミアムインターナビですね、と変わらないんですけれど、低音が効いた音楽ですと少しね変わります、うん。これなんかですとね、結構低音が強調されるかなと思うんですけど、これデフォルトの状態なんですけれども、まあ、この状態でもですね、かなり低音がね、効いた感じの曲で、臨場感がね、はっきりとね、出てるような感じがありますんで、やっぱ少しですね、プレミアムオーディオということもあって、まあ、音のね、質がね、かなりね、違いますね。4スピーカーとは全く違う世界かなという気がしますね。ちなみにですね、まあ、音の調整は一応この4つですね、できるんですけれども、まあこの調整をするとどういう感じで音が変わるかっていうのを、ね、まずご紹介したいと思いますね。まあこれはですね、トリブル、まあ音がですね、このように少しこう
こもったような感じの音になるのか、クリアな感じになるのかですね。この違いが結構ありますね。それから、ミッドレンジ、こんな感じで音がちょっと変わります。で下は、かなり低音が効くようになりますね。でもう一つはバランスとフェードバランスですね。まあこの辺はもうまっすぐでもいいし、あとまあ運転席にしたかったら運転席に合わせてもいいと思うんですけど、まあ、このように指でね調整ができる。車速連動音量ということで、車速に応じて音量が大きくなったり小さくなったりねできます。それからサブウーファー、これがね結構聞かせると音がかなり聞こえますかね、かなりね重低音が増す感じ、まあ、これがついてるのとついてないのって結構違いがありますよね。低音もしっかりと強調されてるし、まあ、高音もね結構綺麗だし、まあ、クリアになってる印象っていうのがあるかなって気がする。この辺を押すとねかなりクリアになりますよね、音がね、まあ、なので結構ねやっぱりいいですね。これはもうエフェクトとかエコライザーとかついてないので、まあ、自分でねもう任意で設定していく結構本格的な、まあ、オーディオのシステムになってるかなというふうにね思いますね。これはやっぱりねプレミアムオーディオというだけあってね、かなりですねいいものになってるのかなという気が私の中ではしました、はい。あと Apple CarPlay をちょっとご紹介してなかったんですけれど、まあ、こちらの Apple CarPlay ですね、こちらのねライトニングのケーブルをつないだ状態でペアリングして、でこれを押すことによって、で Google マップのね地図でナビゲートしてくれるといった、まあ、こういった機能もついているし、まあ、YouTube 上で音楽を聴くこともできるし、まあ、もちろんこのようにですね携帯に入れてる音楽自体を聴いたりすることもできる、まあ、ポッドキャストとかももちろん音が聞けたりしますし、あとはまあ Amazon Music とかもね当然音楽を聴いたりもします、はい。あとまあズームができたりとかね、まあ、LINE ができたりとか、まあ、この辺の機能なんかもねついていたりしますね。なので非常に使い勝手としては、いいものになってるかなと、思います、はい。あともう一つ補足なんですけれども、こちらのメーカーオプションの運転拡張機能ですね。でどういうことかというとですね、マルチビューカメラと、まあ、こちら、後ろのですね後方出庫のサポート機能ですね、もう一度ご紹介すると、まあ、このようにですねソナーがね4つついてるんですけれども、ソナー上が検知して、こちらですと、まあ、右からね車が来てますよっていうね、ソナーが実際に検知してこっちから車来てますよ、もしくは左から車来てますよっていう形でしか、まあ、検知しないということで、ギャザーズのねプレミアムインターナビの、オプション品でも紹介したんですけれども、あちらのね出庫サポートですとね、ちゃんとこう画面上でね動いているものをですね捉えて、で危ないですよということで注意の喚起っていうのをしてくれる機能がついてるんですけれども、これはあくまでもソナー上で動いているものを捉えて注意の喚起をするといったね、そういったものになります。なので今こう自転車来てますけれども、今ピピってならなかったですよね、まあ、そういったものがありますんで、こちらの方がですね、ギャザーズのリアカメラで安心プラス3に比べるとですね少し機能としては遅れてる感じなのかなというふうにね思います。でちなみにですねこちらねマルチビューカメラついてるんで、まあ、これはもう前からついてるんですけれども、まあ、前にもですねカメラがありますので、前のカメラはね、まあ、見ることはできる。で前に関してはね特に何かこう車が来てるとか人が歩いてるからといってピピッという形でセンシングしたりは、しないっぽいですね、はい。で右左これも従来通りマルチビューカメラにもついてる機能ですね、はい、っていう感じですね。こういった感じで切り替えができる。で、まあ、上から、まあ、見ることができるということですね、はい。まあ、こういった、まあ、機能がついています。これはですね前回の動画でもご紹介してるんですけれども、車がね動いた時というのは、表示されないように、ね、なってると、まあ、いうことがありますので、あくまでも止まってる時の状態ですね、まあ、その時にしか、まあ、使えない機能になっています。ということで今回はですねホンダの新型ベゼルプレイの
オプション品にあります、こちらのプレミアムオーディオですね、こちらのですね、ご紹介、まあ、それからですね、こちらのメーカーオプションのナビのですね、まあ、機能、まあ、Apple CarPlay、それから運転拡張機能ですね、まあ、こちらについてご紹介をいたしました。はい、今回も、この動画を通じましてお付き合いのほどどうもありがとうございました。また興味がございましたらチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いをいたします。失礼をいたします。